ミストラル級教習揚陸艦は、フランス海軍の教習揚陸艦の艦級。フランス海軍の正式な監視故障は、指揮、戦力投射艦とされている。マルチハザード化及びグローバル化に伴う任務の多様化に対応して、水陸両用作戦以外にも、人道援助など戦争以外の軍事作戦も考慮した、多目的母艦とされている。計画時には、 ヌーボー・トラポッツでチャランズでデバークモンと呼ばれていた。フランス海軍の正式な監視故障は、指揮、戦力投射艦とされているが、NATO のペナントナンバーでは、従来同様に揚陸艦を意味する、L で始まる、艦番号が付与されている。艦名は1番艦、2番艦ともに、気象現象から取られている。ミストラルとトネールの建造においては、船体は、中央と後部を、ブレストで、 全部3分の1はサンナゼールで分割建造され、ブレストにおいて結合された。リクスミュードのみ全体がサンナゼールで建造された。フランス海軍の新鋭の空母型多目的母艦である、本級は3隻が建造された。2004年10月に一番艦の浸水が行われ、2006年に一番艦、ミストラルと2007年に二番艦、トネールがそれぞれ収益した。 二番艦、トネールの収益により、古くなったウラガン級揚陸艦二隻は、同年に退役した。三番艦、リクスミュードは2012年に収益した。二万トンを超える大きな船体の本級は、強襲揚陸作戦においての中核的な指揮能力を保有しながら、同時に、単艦でも強襲揚陸作戦を実施できるだけの回転翼機の保有と運用、戦闘用車両の輸送、 揚陸艇の保有と運用、陸戦部隊の輸送、医療といった複合的な機能を有している。軍艦ではあるが、軍艦構造ではなく、商船としての規格化で建造され、マルポール条約に適合すべく海洋汚染防止に力が注がれている。船体形状は、近年の自動車運搬船のように、水面上には前後左右が切り落とされた大きな箱状を成しており、還源は高い。 本級は上艦班を全通させた、いわゆる全通艦班型の艦型を採用している。上艦班は、そのほぼ全域が飛行艦班とされており、上部構造物は、アイランドとして、右玄前よりに位置している。機関室内のバルチラ 16V32、ディーゼルエンジンフランス海軍発の電気、推進艦として、電化に力が注がれている。機関は、 ディーゼルエレクトリック推進方式を採用している。ポット式推進としたことで、小回りの利く相関が可能である。ただし背の高い船体によって、風圧側面積が大きく、離着岸や相関に及ぼす、風の影響は大きいとされる。本型は、フランス海軍の機関的な作戦級、C4I システムとして、海洋式支援システムを搭載している。 軍司令部指揮所が設置される式通信室は850平方メートルの面積が確保されており、150台のワークステーションを設置することができる。その通信システムとしては、最新の国産シラキューズ3軍事衛星通信システムが採用されている。戦術級 c 4 i システムとしては、第3世代のセネットシステムであるセネットマイナス9が搭載されている。 またメインセンサーとして、タレスグループ製 MRR3DNG 遠距離捜索 C バンドレーダーを搭載している。30回、分または60回、分で回転し、不要70度までのフェーズドアレイによる電子スキャンを行う。探知距離 180km 程度。自衛のための最小限の兵装のみを有している。小型低対策に 30mm 基準を2問。 M22.7mm 基銃を4丁装備している。また、対空兵装として、ミストラル近接防空ミサイル用のシンバット連装、発射機を2機搭載している。上記の通り、上艦板は全通した飛行艦板とされており、またその直下の艦後半部には2艦板分の高さで、ハンガーが設けられている。これらを連絡するエレベーターとしては、 アイランド後方の右辺寄りと完備に各一機のエレベーターが設置されている。前方のエレベーターはインボード式で長さ15メートル幅15メートル、力量13トン。後方のエレベーターもインボード式であるが、完備側に張り出していることから半ばデッキサイド式となっており、長さ18.5メートル幅6.5メートル、力量17トンとされている。 飛行甲板は面積5200平方メートルを確保しており、6カ所のヘリコプター発着スポットが設定されている。ハンガーは面積1800平方メートルで、最大16機程度の中型、大型ヘリコプターが収容できる。関西ヘリコプターとして、NH90、SA330、ピューマ、AS532U2、クーガー。 AS665、タイガーの運用が想定されている。ハンガーの下方には、第4から6甲板を2層に、分けて車両甲板とウェルドックが設けられている。上層のほぼ全域と下層の前半部は、合計面積2650平方メートルの車両甲板とされており、上下層はランプで接続されている。主力戦車のルクレールだけなら13両。 他の戦闘車両で60両程度の搭載能力があり、航空機を搭載しない場合には、格納庫内にさらに230両程度が搭載できる。仮装後半部を占めるウェルドックは、長さ120メートル、面積885平方メートルという長大なもので、車両甲板とはランプで接続されている。最大8艇の軌道用陸艇、最大4艇の汎用用陸艇または、 最大2定のクック -19 エア、クッション型用陸艇が搭載でき、完備開口部から収容、発進する。病院船としての機能が充実しており、2つの手術室と19床の常設ベッドを含む250平方メートルの病院区画にはさらに50床のベッドの追加設置が可能であり、格納庫内にコンテナ化された医療モジュールを搭載すれば、 さらに能力の拡張が行える。2006年の夏、一番艦、ミストラルは、初めての活動として、イスラエルと、レバノンヒズボラとの間の紛争時の民間人、救出活動に従事した。米ルートに入港し、フードル級揚陸艦、フードル、シロッコと共に在留フランス人を含む4000名を、艦内に収容保護して、キプロス島まで移送した。 ウラジオストクセバストポリ2009年の9月には、ロシアのウラジーミルポポフキン国防次官が自国のラジオ番組に出演した際に、フランス製の教習揚陸艦の導入を進める協議をフランス当局と行っていると発言した。これによれば、ミストラル級の一隻を購入するほか、ロシア国内で4隻を建造する計画も打診しているという、 価格は一隻あたり7億3800万ドルから8億8600万ドル程度になると報道されていた。2011年6月17日に前年12月の予備的合意の下、ロシアサンクトペテルブルクにて正式な契約が締結された。価格に関してはロシア側は取材に対し12億ドル、フランス側は16億ドルと回答しており、はっきりとしていない。 ロシア海軍向けミストラル級はフランス建造が行われるが、戦隊後部はロシアのバルト工場で生産されている。これには大規模ブロック工法の技術を習得するという側面もあり、その他にも情報管理システム、通信管理システムの技術が移転されている。2月24日にタス通信が報じたところでは、ロシアは同艦に単艦での対空、対艦、 対戦攻撃及び防衛能力を付与することを求めて、ロシア製対空、対艦、対戦ミサイルの発射機を装備する。具体的には、A-220M57mm 炭装砲、AK-630M30mm ガトリング砲、グブカ近接防空ミサイルが搭載される。艦載機としては、カ5 2軽攻撃ヘリコプター、カ -27M、27 M 29対戦ヘリコプターを搭載する。このため格納庫の高さが若干増されている。また、北極海での運用を想定して、艦の船体は、最氷船クラスの交合金へ変更されている。電子機材に関しても変更が行われており、衛星通信システムは、ロシア製のものへと変更が行われる。さらにセバストポリでは、セネットマイナス9がシグマ E へ変更され新たに、 MTK-201ME、光学電子システムが搭載される。ロシア海軍は、2008年のグルジア紛争の際に、国会艦隊の輸送能力の不足で、増援部隊の揚陸に26時間を要したが、ミストラル級だと、同任務を40分で遂行できる。としており、揚陸能力の機動性向上に期待している。しかし2009年11月、ブルジェフ副司令官は、 ミストラル級を北方艦隊と太平洋艦隊に配備すると述べ、概洋でのパワープロジェクションに本級を用いることを示唆した。収益に先立ち、2013年に太平洋艦隊所属の第3独立海軍不評連隊が第40独立海軍不評旅団に格上げされ、2014年には北方艦隊所属の海軍不評連隊も旅団に格上げされる予定である。 一方で導入には否定的な意見も存在し、セルジュコフの失脚後の2013年1月には、ロシア連邦政府軍事産業委員会第一副委員長であるイワン・ハルチェンコはミストラル級を購入する決定は馬鹿げており、国家と造船業界へ損害を与える要因となっているとして批判。2014年にはドミトリー・ロゴージン副首相がミストラル級の購入は間違いであり、 ミストラル級がなくても支障はないと述べている。ロシア海軍のミストラル配備については、2013年6月2日、イタルタス通信が、日本の小野寺いつのり防衛大臣が、シンガポールで、ジャン・イブルドリアン・仏国防相との会談で、極東の勢力均衡を崩すとの懸念を示したことを、報道した。ウクライナ騒乱における引き渡し延期問題当初は、ウラジオストクは2014年に、 セバストポリは2015年にロシアに引き渡される予定であった。しかし、2014年9月3日2014年、ウクライナ騒乱の影響により、フランスは引き渡しの一時延期を発表。フランスはオランド大統領は、ウクライナ情勢が改善されない場合、間の引き渡しは承認できないとした。同年9月13日、ウクライナで一時停戦が成立し、 ウラジオストクとセバストポリの引き渡しも再開するものと思われたが、11月25日、両間の引き渡しを無期限延期することが発表された。ロシアは法的措置も検討に入れて、この決定に抗議した。その一方でフランスは経済的状況から安易に契約を無とすることが困難な状況にあり、事態は硬着状態に陥っていた。 これに対し2015年4月16日、ウラジーミル・プーチン大統領は、引き渡しが行われない場合、違約金は求めないが支払った代金の返却を望むと発言した。その後、2015年7月2日に、ミストラル級に関する交渉は、完了に近づいており、近いうちに、ロシアへの代金返還に関する合意が署名されると報じられた。 同月23日には艦に搭載されているロシア製兵装に関する協議へ移行し、機材取り外し実施のための専門家グループの派遣が決定した。そして2015年8月5日、フランスロシア両政府において、ウラジオストクとセバストポリの引き渡し中止が正式に決定。フランスはロシアに10億ユーロ弱の費用を全額返還することとなった。ロシア海軍では、 ミストラル級の代わりとして、イワンドンゴフ級教習用陸艦を計画している。2015年9月23日、フランスとエジプトは、ウラジオストクとセバストポリをエジプトが9億5000万ユーロで購入することに同意、2016年1月上旬には支払いを完了した。ウラジオストクは、ガマール・アブドゥルナーセルに改名され、2016年6月2日、フランスの造船企業である。 DCNS により、エジプトへの引き渡しが行われた。同様にセバストポリモアンマルは、イコールサート、解明され2016年9月16日に、エジプトへ引き渡された。エジプトは2015年9月上旬に、ロシアに対しミストラル改造のための無線機器、通信及びナビゲーションシステム供給に関して要求を出し、2017年7月5日契約を締結した。 ありがとうございます。